や？私と秋元くんは生き別れの兄弟だったのよ。なんだって？秋元くんのことは大好きだけど、でもやっぱり兄弟で結婚はできないわ。そんな水木ちゃんが僕の妹だったなんて。じゃあ僕たちは一生籍を入れられないのか。待てよ、もともと僕たちは家族だったということはもう籍に入ってるってことだ。ヤッホー、やったやったぞ。おじさん、早いよ。おじさん、
おじさん。おじさん。お。おじさん。お。
おじさん。Kiryu-san. Yes.
あれは。あら？あ、危ない！ユウ様。リュウジョンです。イ、リュウジョンです。イ、リュウ、愛してます。いつ見てもいいわ。今、回ってたぞ。大丈夫なのか？ひらめいた。典型が。Bye. いらっしゃいませ。ありがとうございます。
お、
ねえとわかんねえか。好、啊
会長、本日のスケジュールですが、先ほど柏木様よりお電話があり、緊急で幹部会を開きたいとの申し出がありまして。そうか。夕方からは IT ベンチャー協会の会合が予定されていますが、いかがいたしましょうか。キャンセルだ。本家からの呼び出しだ。行かないわけにはいかない。了解いたしました。中国っていうのは不思議な国だよな。鳩やカエル、地方によっちゃ犬猫まで食うっていうじゃねえか。自分が生きるためなら何でも食う。俺はよ、オーナー、そんな中国って国尊敬してるんだぜ。人様の国に土足で踏み込むその根性、あんたも立派なマフィアの一人だ。私はマフィアじゃない。ただの料理人だよ。仲良くしようぜ、陳さんよ。隣のその隣の店も全部うちに金入れるって言ってんだ。月に100万。100万あんたらが今まで日本人からぼったくった分からすりゃ安いもんだ。
なーに、足りなくなったら店の権利書もらうだけだ。あんたには別の店でコックとして働いてもらう。無理だよ、その話。中国の包丁はよく切れるな。これだったら人間の首も真っ二つだ。試してみてえな。陳さんの料理がうまいって評判じゃねえか。親父、本家からの呼び出しです。六代目の件で話があると。やっぱり売れたよ。あん？そうか。ま、無理なら仕方ない。怖がらせるようなことしてすまなかったな、陳さんよ。これは迷惑料だ。取っておいてくれ。うん？俺は陳さんと一緒に仕事がしたかっただけなんだよ。悪かったな、邪魔して。気が変わったら連絡してくれ。それじゃ。人の場合、顔や人種は関係あらへん。でかかったらそれでいいからな。はい、錦山工業。失礼しました。はい、組長なら今事務所にいますが。え、幹部会？本家からや、緊急の幹部会やと。了解しました。組長に伝えます。お疲れ様です。で、何時からや？幹部会の話じゃ！なんでそれを？さっき本家から電話あってやろうが！わしゃことの最中でも聞いとんのじゃ！すいません！19時からやと聞いてます！よっしゃ！おら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 ！ありがとうございます。
っしゃ、気合い乗ってきたぜ。西野、平井、はい、かき集めるだけの兵隊集めろ、今夜中じゃ。はい。宮内、はい、長谷部に連絡や。すぐに例の店潰しにかからせろ。はい。堀内、石田、はい、峰に電話や。10億持って迎えに来い言うとけ。はい。戦争や、いよいよ戦争が始まんで、お前ら覚悟しとけ。はい。え、今から10億ですか。そうや、10億の現金を持って今から来いや。神田のアンリ、何しでか好きですか。戦争や。戦争、今日から東条会の跡目争いが始まるんじゃ。兄貴、六代目はまだご存命だ。その話をするのは早いでしょう。しゃがしゃ、つべこべ言わんと早く金持ってこんかい。わかりました。まったく勝手な人だ。相変わらずだな、この町は。あ、助けて。ん、何なのよ、早く誰か警察呼んで。痛い、離して。あら。ちょっと何なのよ。うるさい、今日は貸し切りだ、帰れ。Yeah!
ん、あれは。いいじゃねえかよ姉ちゃん。連れてってくれよ。やめてください。どこのコスプレバーで働いてんだよ。違います、塾の帰りなんですってば。おっと待った。おおてめえ、うん、こら全員。ひらめいた。典型が来た。今すぐこの金持って帰れ。せやから何が不満やねん。金やったら払う言うとるやろが。受け取れません。ホストが何生きとんじゃ。桐生さん、桐生さん。というわけで四代目、うちら取り込み中なんで、今日のところは帰ってもらえますか。いや、そうはいかない。お前らの腹聞かせてもらおうか。
それやったらうちらに喧嘩売ったんは四代目班の方いうことになりますが。ああ、それで構わないぜ。どういうことだ。お前ら手加減はいらん。ここにいる全員殺してるや。来いよ。
さあ、お前らの腹聞かせてもらおうか。うん、遅いわ。柏木のおっさん殺されるで。何？戦争は始まったんじゃ。2年ぶりですね、キリュウさん。ああ、こうしてキリュウさんと酒飲めるのも久しぶりだ。ゆっくりしていってください。いや、そうもいかないんだ。さっきの長谷部とかいう男の言っていたことですか？ああ、柏木さんのことが気になる。すぐにでもミレニアムタワーに行きたいんだが。じゃあ本当にホスト同士の喧嘩なんですね。ええ、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。オーナーが警察の連中追い払うまで我慢してください。
もしもし。俺だ、柏木だ。柏木さん。至急お前に会って話しておきたいことがある。明日にでも東京に来てもらえないか。俺なら今カマロ町にいます。本当か。ええ、俺も柏木さんに話したいことがありました。今どこにいる。スターダストです。スターダストだと。何か警察が集まっているみたいだが、何かあったのか。ええ、錦山組の連中と店の中で揉めました。でも問題ありません。それよりも柏木さんは大丈夫ですか。何がだ。いや、錦山組の長谷部という男が柏木さんの身が危ないと。そうか、すぐにでも会って話をしておいた方が良さそうだな。キリュウ、今から会えるか。ええ、風間組の事務所に行けばいいんですか。ああ、頼んだぞ。はい。あまり言いたくはないが、お前の命狙っている連中はたくさんいるはずだ。あまり派手に動かないよう、ミレニアムタワーまで来てくれ。いいな。ええ、それじゃ。そろそろ出る。ええ、柏木さんのところへ行くんですね。ああ。どうだった、外の様子は。ええ、警察の連中、店の前からはいなくなったんですが、ミレニアムタワー方面に張ってますね。まずいな。うまく警察をかわせるルートがあればいいんだが。それならちょっと面倒なんですが、一旦中道通りに出て、そのまま道を横切ってピンク通りの方から回り込むように言ってください。そのルートなら警察に会わずにミレニアムタワーに行けます。わかった。キリュウさん、警察以外にも数日前から変な連中が街をうろついています。気をつけて行ってください。どんな奴らだ。黒いスーツにサングラスをした数人の集団です。外国人クラブの奴の話だと、堂島大吾さんの行方を追いかけてるって噂です。何だと。目的は分かりませんが、大吾さんが撃たれたことに関係している連中かもしれません。どこかの組がいろんな手使って大吾さんの居場所を知ろうとしてるんでしょう。大吾の安否を確かめるためか。こんなこと言いたくありませんが、もし大吾さんが亡くなっているとしたら、跡目を狙っている組織にとってこれ以上嬉しいニュースはありませんからね。どちらにせよ桐生さんの味方じゃないことだけは確かです。お気をつけて。ああ、わかった。
誰だお前ら。どうして俺をつける。日本語がわからねえのか。どちらにしてもただじゃ口を割らなそうだな。ここで殺されるわけにはいかない。悪いが痛い目に遭ってもらうぜ。
大吾の居場所を嗅ぎ回っているのはお前らか。お前ら一体誰に雇われた？
Hmm!